ミーナはファーストリテイリングが経営するエンクローズドショッピングモールのブランド名である。同社の子会社ユニクロと同様にファッション関連に重点を置いている。2016年現在4店舗を展開している。ミーナとはスペイン語で宝の山の意味であり、みな、みんなといった意味もあるという。ファーストリテイリングが自社でビル建設を手掛けるのでなく、 既存の商業ビルを一括沈着して全面階層の上で運営するスタイルをとっている。コンセプトは新しい形のサードプレイス。ユニクロのほかファッション関連の専門店が多く入居する。ミーナにおけるユニクロはあくまでもテナントの一つとしての位置づけであるが各店舗ともユニクロでにフロアを確保しており中核店舗的な存在となっている。ハウスカードとして ミーナカードがありミーナ施設内での利用で5%割引となる。取扱い会社はミーナ天人がモデルクレジット他施設が三井住友カードでスタートしたが三井住友カードが取扱いを終了したため現在はすべての施設がモデルクレジット扱いとなっている。ミーナ天人は福岡県福岡市中央区天人4丁目3番8号に所在する。 松屋レディスビルを一括沈借し、2005年10月29日に、グランドオープンした都市型商業施設で、イオンショッパーズ福岡店及び専門店街、ノース天神に隣接する。暮らし、日常、カジュアルを軸に、北天神地区の新たなランドマークを目指している。西鉄福岡駅北口、西鉄天神高速バスターミナルから徒歩5分、天神駅中央口、または、 東口から徒歩3分、天神南駅2.3番出口から徒歩10分。施設概要主要テナント出店テナントの詳細は、公式サイト、フロアガイドを参照。ミーナ津田沼は、千葉県奈良市津田沼1丁目3番1号に、所在する。神経性電鉄が所有するビルの一つであり、建物の名称は、津田沼14番外ビルである。 丸井津田沼店が2007年2月に閉店した後、改装作業が行われ、同年11月9日に開業した。20代から30代の女性を中心に、通勤、通学途中や、週末のくつろげる場所となることを目指している。新津田沼駅すぐ、津田沼駅北口から徒歩5分。施設概要主要テナント出店テナントの詳細は、公式サイト、フロアガイドを参照。 ミーナ京都は、京都府京都市中京区河原町通り三条下がる大黒町58番地に所在する。東方が1935年10月12日から、京都宝塚劇場、京都スカラ座を開設していた場所である。しかし、近隣にシネマコンプレックスのムービックス京都が、開業した影響などから2006年1月29日に閉館し、 東方が建物を新しく建て替えて、ミーナ京都を誘致し、2008年4月25日にオープンした。20代から30代を中心に、大人の女性が心地よくなる空間を目指している。2010年8月、同店の近隣にあった、河原町ビブレの実質キーテナントだったロフトが、移転という形で新たなテナントとして入居した。京都市役所前駅から徒歩5分。 三条駅から徒歩5分、京都河原町駅から徒歩6分。施設概要主要テナント出店テナントの詳細は、公式サイト、フロアガイドを参照。ミーナ町田は、東京都町田市原町田4丁目1番17号に、所在する。横浜線町田駅が、現在地に移転する前の旧、日本国有鉄道原町田駅跡地の、 再開発により建設された町田ターミナルビルの商業棟を一括賃貸し、2008年5月23日に開業した。ビルが建ってからミーナ町田がオープンする前までは、東急ハンズがビルを一括賃貸していたが、東急ハンズは2007年8月29日に閉店し、町田東急ツインズ内に移転し、同年10月5日にリニューアルオープンした。 10代後半から20代の若者層と30代の家族層を中心にカジュアル町田をコンセプトとして心地よいショッピングライフを提案している JR 東日本町田駅ターミナル口に直結同駅中央口から徒歩5分小田急小田原線町田駅から徒歩7分施設概要主要テナント出店テナントの詳細は公式サイトフロアガイドを参照ありがとうございます